でるやってる三筋線です。そこは葛西臨海公園なんですけど、湾岸線がそっちの方に通ってるんで、毎週なわけではないんですけど、そう何ヶ月に1回は来ます。はい、3年前ぐらいかな、スティールの撮影できたんですけど、去年の12月にショートフィルムを撮ったんですけど、でロケハンしてる時にここを思い出して、でまた来たんです。その時の撮影で、自分はオーストラリアのシドニーっていう町出身なので、東京に来て6年なんですけど、東京のビル街、空が狭いじゃないですか。たまにこういう広いところに来ると落ち着きます。タイアップとかでプレスの方とかでお会いしたことあったんですけど、去年に限る今年ペーパーライズっていうブランドの、カタログ出させていただいたんですけどまあモデルやらせてもらって、まずはもう仕事があるとしても、まあ、1日4時間とか5時間とかでフリーの時間はたくさんもらえるんで、だからモデルやってて空いた時間を無駄にしないっていうことが結構大事だと思うんですね。撮られるようになってから写真っていうものに興味を持ち出して、で自分なんかちょいちょいカメラ持ち歩くようになったんですけど、で一眼を買って、それがその動画も撮れるっていうことを気づいて、じゃあなんか撮ってみようと思って、でそこからハマったんですね。その古典、そのショートフィルムを撮ってからずっと台本書いてまして、カメラマンの話いつか撮りたいです。本当に5年前とかの自分に振り返って、そもそもその頃にはもうその映像とかには興味なかったんですね。だからなんか目標を持ってもなんか絶対変わるから、あんまりなんか決めつけないで流れで行こうと思ってます。大丈夫？適当すぎる？大丈夫？